皆さんこんにちは、こんばんは、モアです。今回はキャンピングカー仲間たちと忘年会で訪れたカウリゾートイデボクの紹介になります。こちらはキャンピングカー専用サイトがあり、車中泊に最適な上ロケーションも素晴らしく、施設もとても充実していて素敵なスポットでしたので、最後まで見ていただけると嬉しいです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。これはいつですか、オープン？オープンしたのはもう約2年前、4月です。もうキャンピングカーサイトがこれはまだ半年前ぐらい。あ、そうですか。はい。こちらにトイレって書いてあるところが24時間使えるトイレなので、はい、右側が女性で左が男性で。はい、世界的に有名な YouTuber です。世界的に有名ではないですが、YouTube に上げさせてもらっていいですか。ありがとうございます。普通にもう予約取れなくなっちゃう。もうちゃんと正解させたら、あれね、自分で自分の首絞めるんですよ。あー、一番左だけお湯がこう、あ、こういう通りですね。助かる、ありがとうございます。綺麗、すっげえ綺麗、ピカピカじゃん。すごいゴミ箱。可燃物、プラスチックとかは可燃物を一緒に入れちゃってこの地域大丈夫なので、あの缶とかだけ一応分けてもらえる。缶と瓶だけ。瓶だけ別で。ああ、はい、あとみんな OK って感じですね。はい、袋は一緒に入れちゃってください。はい、ありがとうございます。バーベキュー等に使う消し炭の、まあ、水張ってありますけども。ああ、すごい。ありがとうございます。あ、事務所なんですか、ここ。えらいかっこいいじゃないですか。かっこいい。こちらがシャワールームになります。はい、ジャージー、ホルスタイン、ブラウンスイス。受付用の方をはい、お願いします。はい、
ウェルカム牛乳で。あ、ウェルカム牛乳ですか。はい、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ウェルカム牛乳だって。え、これは1台につき1つなので。え、すごい、マジっすか。ありがとうございます。すごいですね。これ何が入ってるの。ちょっと飲むヨーグルトとこちらのホルスタイン。飲むヨーグルトと全国牛乳のお土産でいただきました。すごい。それとウェルカム牛乳。粗挽き、こっちブルストかな。やっぱこういうのはさ、現地のものを買って、そんで焼いて食べたいね。ね、行きようかな。どんな調理が。ここでは牧場のジャージー牛で作ったミルクのまかないパン、いや、あちらでも今売ってるんですけども、こちらのパンとサラダ、パンと牛乳がついて、このサインも700円になります。ヨーグルトがつくと800円になると、はい、頼む人、はい。じゃあ、10円です。じゃあ、よろしくお願いします。これ、ちょうど富士山いいね、絵面的に。いいね。誰ここチョイスしたの。ごちそうさまです。富士山いるかな。あ、いるいる、こっち見てるよ。かわいいな、ここ。こんにちは。こんにちは。目がクリクリしててかわいい。カヤノちゃん、こっちよ。カヤノちゃん、こっちよ。はい、どうぞ。6時半、ぴったんこに上がるんですかね。じゃあ、おお、じゃあスタンバイしてよ。ありがとうございます。はい、こちらがトイレ。男子を見てみます。男子用だけど小便器がない。あ、すごい綺麗、新鮮の綺麗な便器です。5時半と16時半から搾乳の見学ができるみたいですね。今年はいろいろございまして、皆さん大変助けていただきました。ありがとうございます。硬い。誰にもよろしく。
はーい、お疲れさまイエーイ、ゆきちゃんイエーイ、あ、ごめんごめんイエーイボコウェーイ、カンブリってやつ、これうまいよ、これ超うまそうだよ、これ百年の孤独、はい、いただきまーす、花火が上がってるんだけど、音はするけど見えない、光ってる？真正面か、残念、花火見えません、音はするんだけど、今夜トイレに来たんですけど、この横の牛舎からクラシックの音楽が聞こえてきます。おばちゃん、クラシックの音楽聞こえてくるんだよ、あれ今やんじゃった？ほら、わかる？あ、流れてるの、うん、すごいね、ハイテクだね、ありがとうございます。おー、あ、いやー、おいしそう、すごい、いただきます。はい、朝食はこちらでいただきます。みんな何万歳してるなんかの宗教本当だね、なんか危ないそうなの、美味しいよ、食べるけど左これ戻ってたんだ、おぉ、かわいいね。いいね、牧場の朝、牧場の牛乳で。レンタサイクルめっちゃかっこいいね、これねえ、すごいんだから、スプーン食べる勢い。
お疲れ様。